サンフランシスコ湾周辺の地図。サンフランシスコ湾はアメリカ西海岸に位置する湾。アメリカ合衆国カリフォルニア州にある。太平洋とゴールデンゲート海峡で接続し、湾内には寒流が流れ込む。サンフランシスコ湾の湾岸地域はサンフランシスコ米エリアと呼ばれる。サンフランシスコ湾は南北に長く、長さは約60キロメートル。 最大幅は約1 5トルで南北の中間点より北側にある。サンフランシスコ湾の北側にはサンパブロ湾が広がるが、その接合地点よりやや南の西岸にサンフランシスコ湾と太平洋をつなぐゴールデンゲート海峡がある。サンフランシスコ湾と太平洋は南北に長いサンフランシスコ半島によって隔たれており、ゴールデンゲート海峡が サンフランシスコ半島の北端になる。サンフランシスコ湾の西岸を囲むように伸びる。サンフランシスコ半島は本土とサンフランシスコ湾の南端で結合している。サンフランシスコ湾の東岸から東へは本土の大地が広がる。湾内にはカリフォルニア海流という寒流が流れ込み、水温が低く潮流が早い。湾外の太平洋では、 南から流れる暖流とカリフォルニア海流がぶつかり、工業場となっている。太平洋岸にはアシカが集まり、湾内を泳ぐこともある。ゴールドラッシュの頃には、東部の山地を塗って、湾内に流れ込む河川により、水銀などの汚染物質が湾内に流れ込み、湾内が汚染された。現在は湾内でサメやエイ、カニなどが取れる。湾内には、サクラメント川などが流れ込むが、 ががかかることが多いサンフランシスコ湾には東西にかかる橋が3つある。北からサンフランシスコ・オークランドベイブリッジ、サンマテオブリッジ、ダンバートンブリッジである。サンフランシスコ湾の北部のゴールデンゲート海峡には南北にゴールデンゲートブリッジがかかる。サンフランシスコ湾の北部につながるサンパブロ湾とグリズリー湾にはさらに3つの橋がほぼ南北にかかる。また、 サンフランシスコ湾を東西に横断する地下鉄用の海底トンネルがある。サンフランシスコ湾の南北に架か,かる橋はない。海運の要所とされ、貨物船や客船が行き交う。ウォータースポーツも盛んに行われている。ユネスコが支援するフランスの NGO 世界で最も美しいワンクラブに加盟している。カニサレスによるサンフランシスコ湾の地図、1781年フランロドリゲス。 カブリリョは1542年にカリフォルニア沿岸を初めて探検したヨーロッパ人として知られるがサンフランシスコ湾の存在に気づかずに通り過ぎている。サンフランシスコ湾は入り口が狭いため探検者は何百年にもわたって湾を見逃してきた。最初にサンフランシスコ湾を目にしたヨーロッパ人はフランシス・ドレークの水先人だったデモレーナであったと考えられている。 彼は1579年にドレークによってサンフランシスコ湾の北にある現在のドレーク湾に置き去りにされメキシコまで歩いて帰ったのでその途中サンフランシスコ湾を目にしたに違いないが何の記録も残していない1769年モントレー湾を探すために陸路を北上したガスパルデポルトラの一行はモントレー湾に到達したもののそこが 目的地であることに気づかずさらに北上し、サンフランシスコ湾に到達した。これが最初のサンフランシスコ湾に関する記録だが、ポルトラの一行には、そこが河口か入りへかわからなかった。ゴールデンゲート海峡より内側へ初めて入ったのは、スペインの不安でアヤラだったらしい。アヤラは1775年8月5日に、サンカルロス号で湾内へ入って探検し、 コセでカニサレスがそれをもとに最初の湾内の地図を作成した。この時名付けられた地名の多くは現在も使われている。カリフォルニア州がアメリカ合衆国に属した後、カリフォルニアゴールドラッシュの時代にサンフランシスコ湾は突然世界最大の港の一つとなった。1940年代後半には湾の大規模な埋め立てを行う計画が立てられたが、 1959年にアメリカ陸軍工兵司令部が計画の問題点を指摘した。1960年に大規模な反対運動が起きたが、その時すでに湾の大きさは本来の3分の2にまで縮小していた。ありがとうございます。